友人とか白人とか行きます。この辺に置いといて、一応ありがとう、さすがですね。ぐにゅぐにゅ。ここちょっと青く。こう来たので、さあ次ここに入る時の空間をしっかり自分で見極めて、また寒いだね。寒いがいっぱいだね。今日寒いし。こうこう。ぐるりん。ちょんつんつん。で、ここに入れる前に。こっち入れたいよね。くと。それでこれを見て、ここにどう入れるか、ここでもいけるかもしれないし、こうの方がいいかもしれないし、今日は普通に通りんでいこうか。で、まあここにインを押すと。それでこんな感じに書きました。ほいでですね、今回ね、この寒いっていう字が2つあるんだけど、さあ皆さん、寒いという字、ご自分で書かれた時にどういう形になるかな？この冠よりも、まあちょっと下の方をね、書写的とか、長くしようよっていうふうにさっき学生に教えたんだけれども、こういうふうな形を少しこうアレンジかけるものはいいと思うよ。冠を大きくして、下をちょっと小さくする。ただしこういうところのぐっとこう太い線、細い線っていうものを織り交ぜて空間を作っていく、アレンジしていく。で、冠も広くこう持っていくと、この空間が際立つよね。この空間がね、空間の中にギュッと凝縮するような感じ。それからこの点々、これをね、おろそかにしないでほしいんだ。これさ、どう見えてる？見えてるかな？これさ、こっちに向いてるように見えない？点々を、これはまっすぐ引いたの。そしたら上からストーンと通ってるように見えるし、これはこうやるとこっちに曲がってるように見えるよね。なので点々っていうものがどういうふうに打つかによって、そこに空間、線、動きが出てくるんだよね。なので今回多いんだよね。2つつながってる点とか3つ。ほら、ちょんちょんちょん。まあ、ここも入れたらね。ここも、ここも、ここも。なので、こういうところもね、点っていうものを並べるっていうところで、空間をどのように作っていくかっていうところをよく、まあよく考えてっていうと硬いからさ、面白く、自分なりにアレンジできる箇所と思ってもらって、
て、いろいろ工夫して、こっちに入れたり、こっちに入れたり、つけたり、離したりして、空間を描いてもらうといいかな。で、さっき何か言おうと思った。で、いつものように私文書の時はちょっとひらがな、ポイントに言うよね。この間も、たとかぐとかひはよく出るんだろうね。よく使うね。でね、くっていう字、くっていう字さ、これね、ちょっと昨日も皆さん伝え、昨日かな。こう書くと、こっち開くんだよね。こっちの中心よりも、ちょっと左寄りに口を書く方が良くて、ここ広い方がいいんだよ。なので、そういうふうな私文書ののくっと書くときも、こうしたときに、真ん中に書くのも悪くはないけれども、ちょっとこう左寄りに書いていく。ここを広く持っていくと、くの元の形っていうものを崩さずに、読みやすく書けると思うよ。結構ね、この句がね、句に読めない人結構いるんだよね。うちの皆さん。なので、元の、そういう人は元の字っていうものに立ち返ってもらうといい。それからね、蔵鋒っていうもの、こう、ぐっとこう、ね。起筆の作り方。そういうものがあやふやな人がいるな。今回、仰ぐというところ、ひを書きました。ここね。火の中に、塔の最初がこう入り込んでて、ここ、同じ場所になってるんだよね。見本のはね。そういうところを見てもらうといいね。まあ、ここはそれでいいと。次もこういうふうに、短くて、ちょっとこう、太い線を描こうとしたときに、蔵鋒で入っていくと、効果的な線が現れてくるから、ぜひ使ってもらうといいよね。ここ蔵鋒で、ここは蘆鋒で書いてもらうといいんじゃないのかな、と思うの。まあ、あとはこう寒いのところの中のこう書いて、こういうところもガッとこう、壁にこう、筆が当たるような、ボールが当たるような感じ。まあ、単体で言うと蔵鋒みたいにこう、入るといいよね。そうすると、最初のスッとした線を引き立つ太い線が書けるし、逆に太い線、引き立つ線か。そう。逆のパターンもあるからね。上の細い線が下の太い線を引き立てるっていう方。縦の線も細く書いてあるからね。そういう場合もある。ひらがなはいいかな。のーいく？のは何回か。もっと長くなっちゃうかね。の、じゃあちょっとだけ。ずいぶんちょっと前に。この、まあ、師匠の、中心がね、あるでしょ。それで、まあ学生さんとか、まあ普通というか、書写的には真ん中に、まず置いて、斜めにこう持っていって、こっからここの半分まで上に上げて、で、トンとして、丸く書いていく。まあ、これがこう、まあまあね、書写的な感じ。で、大体だから皆さん、最初にね、置く位置が真ん中になってるんだけど、こういう師匠のように書きたい、師匠流の感じは、この真ん中の線、真ん中の中心をちょっとずらしてある。こっち。で、こう来て、こう来て、トップが真ん中に来るような字。こういう字形がね、結構たくさんあるので、ちょっと観察してみて。今回の中にのが1、2、3あるんだけれども、結構そうなってると思うんだよ。一つは中心のこっちにずれてるね。だから、この曲線の部分はあまり変えないで、ここの中の位置を変えることで表情が変わってるとも言えるよね。なので最初の位置っていうものをちょっとこう意識して脳を観察してもらうといいかな。はい、以上です。で、次が、
あ、1。